ルケにある南米サッカー連盟本部南米サッカー連盟は南アメリカにおける各国の協会を統括する国際サッカー連盟参加のサッカーの大陸連盟。略称はコンメボル。1916年に設立。パラグアイの首都アスンシオン近郊にあるルケに本部を置く。10協会が加盟。1916年にアルゼンチンが独立百周年を記念してウルグアイ。 ブラジル、チリの各国サッカー協会を招待して開催した大会が元になっている。また、世界で最初に創設されたサッカー大陸連盟である、10協会が加盟。1952年のベネズエラ加盟以降は、新規加盟を認めておらず、ガイアナスリナムフランス領ギアナの、ギアナ3国は、南米大陸に位置するものの、コンメボルではなく北、中米カリブ海。 サッカー連盟に所属している。これは、コンメボルの加盟国が、いずれもかつてはスペイン、またはポルトガルの植民地であったのに対し、ギアナ3国の旧宗主国はそれぞれイギリス、オランダ、フランスであるという歴史的、文化的な違いがあり、また、実際にギアナ3国はむしろ、カリブ海諸国とのつながりの方が強いという事情がある。1919年には、正式に、 コパアメリカを開始した。五十音順、内は加盟した年。ありがとうございます。